チャオ、ゴリモリです。今日の動画は、まずこの間ね、井上尚弥選手との試合、見まして、改めてね見ましたけども、やっぱり井上選手の相手、強いですね。テクニックすごいですね。彼は彼の中で多分ね一番練習してきて、一番いい状況を作ってきたんじゃないかなと思いますね。とにかくディフェンスもうまいし、後ろ重心からのストレート、あのストレートの速さ、ね、やっぱり何発か当たってましたんで、まあ、そういった意味ではね、この間の相手結構強い選手だったなと、改めてテクニシャンだったなと思いました。ただね、あんまり攻めるというかね、攻める姿がなかったんで、素人的に見るとそんなにねガツガツいってないんで、強いのかどうなのかって分かんないかもしれないけど、テクニックとしてはすごい、あるなと。ただやっぱね、腰を痛めて、ね、立てなくなって、最後はね、自分から試合放棄をしたっていうところで、あれはもう年齢が関係するかなと思いましたね。もしくはまあヘルニア持ちとかそっち系なのかなと思ったりねしたんですけど、ちょっとその若さ的な躍動感っていうのはなかったんで、まああれが限界だったんだなっていうことで、ちょっとね最後は残念でしたけど、ただね、あとまあこういうこと言うと井上尚弥選手のねファンに怒られちゃうかもしれないんですけど、結構パンチはね何発か触りぐらいですけどももらってたんですよ。でどちらかというとね、井上尚弥っていうのはこう押しの選手なんですよね。だからこう自分からこうパワーで押しに行くっていう、でそれをこうこの間のね相手なんか後ろ重心になってる、タバレスもそうでしたね、後ろ重心になってる。そうすると攻めるんだけど後ろからバーンってくる、防御になってからくるってなるので、そうそうね早い回では倒せないし、無理にいってしまうともらってしまうし、ただテレンス・クロフォードなんか、パウンド・フォー・パウンドのクロフォードなんかは逆にね、後ろ重心の中でね出させたものに対しての攻撃がうまいので、しかもああいう相手に対して自分から果敢に攻めていって、出させてから来る打つっていうね、自分から攻めていくけども出させてまた打つっていう、このテクニックのところが井上選手がまだなかったなっていう、まあ、もちろんね自分から攻撃する部分のテクニックでも素晴らしいんですよ。ファイターとしての出てくるテクニックは素晴らしいんですけど、まあ、そこをね自分からもう出ていって来る、すぐに返すとかね、ここで倒せるっていうクロフォールだったりね、あとはデイビスなんかもね、あの辺うまいと思います。自分からねガード上げてプレッシャーで打たせていたり、その間にバーンって打つとかね、うまいので、あの辺がやっぱりそのクロフォードデイビスの試合を見ていると、ちょっともらうところが井上選手がまだあるのかなと感じました。まあこれはあくまで僕の意見だし、そのね井上選手の、ね、井上ファンにこうケチつけるわけでもないですし、井上尚弥の強さも十分知ってる中で、ポソポソってもらうね、軽いパンチだからね別にいいやと思ってるかもしれないけども、結構一流の選手とかもらわないんですよね、クロフォードにしても。なのでそこがね、あまだ、なんだろう、こう前に出る選手、いわゆるその受け身、後ろ重心で受け身になっていくっていうところのテクニックがまだまだ井上選手は、まだまだテクニックが存分に増えて、まだまだ強くなる要素があるんじゃないかなと感じました。これは決して悪口ではなく、見てて、これがまだまだ成長するんだなっていうふうに思いましたね。だからもう一回言うと、前に出る力はすごい強いですよ。打ち合いになったところもカウンターもうまいですし、だけど来たところに対してのカウンターとか、ガード上げてプレッシャーかけて来たところに対してのカウンターとかっていう、なんだろう、誘いの中での来させて打つっていうところが、まあ、クロフォールだったりデイビスだったり、やっぱりその辺がうまいので、まあ、もちろんそれ以上に優れてるところはあるんですよ。クロフォールだって井上尚弥ほどもね、前進してうまくパンチっていうファイター的な部分では井上尚弥の傘を背負ってるところがたくさんあると思うんですけど、デイビスにしても、ただ僕はその世界のボクシングを見ている中で、やっぱりね、すごい強い選手って見ている中で、井上選手がこの間ちょこっともらってたんで、まあ、そこの部分ですね、まだまだ井上選手はレベル上がるなと思って見てました。それができたら本当のもう誰もが文句ないパウンド・フォー・パウンドにまだなってくれるんじゃないかなと思いました。まあ、あとは武井選手とかね、
あのこの間比嘉選手に勝ちましたけど、比嘉選手僕もジャッジをこうしていて、あの最終ラウンド取られなければもしかしたら勝ってたかもしれないなっていうジャッジでもありました。ダウン取ってるしですね、うん、ダウン取ってるし、まあ、でも最後のラウンドは取られたかなと思うんで、まあ、ドローもしくは、まあ、そうですね、あの試合出てれば最終ラウンドもったいないなと思いました。あとこの試合を、まあ、見た中でやっぱり、うん、何よりも乃木トレーナー、ね、比嘉選手といえばいろんな問題もね、いろんな、まあ、体重ね、いろんな問題ありまして、性格的にもねきっとすごくなんだろう、こうファイター的な、もう僕はね、あのロベルト・デュラン、日本のね和製ロベルト・デュランだなと思って見てました。戦い方もそうですしね、きっと私生活性格もねそんな感じなのかなと思って見てたんですけど、うん、ロベルト・デュランを本当に思い出させるような、シュガー・レイ・レナールとかね、あのいましたよね、マービン・ハグラー、ね、ハーンズとかね、うん、その中の、ロベルト・デュラン、そのデュランを思い出させるような、パンチャーであり打たれ強さでありね、果敢に攻める勇気、本当比嘉選手本当強いなと思いましたね。あれこそ本当に、なんていうのかな、タフファイターというか、頑丈なファイターですよね。骨格もそうですしね。で、比嘉選手がもしかしたら僕は勝つんじゃないかなと思ったんですけど、最終ラウンドにダウン取ったのに最終ラウンド行かなかったっていうところがもったいなかったなと、うん、で、まあ今回ね、武井選手が試合が終わった後に最後にマイク、天心選手次頑張ってくださいっていう言葉を残したんですけど、あのことには言葉にはすごい深い意味があるなと僕は思ってて、まあ、その深い意味というのは、まあいずれやるよと、で来年あたり勝負しましょうねっていうのを僕はちょっと心にね、響いたんですけど、じゃあ天心対武井がやったらどうなるのかっていうところなんですけど、天心と武井がやったら僕はズバリ天心が勝っちゃうかなと思いますね、判定で。まあ、長く持ってったら武井の方が勝つかなと。でも前半に触らせないような動きで、天心が、ね、一発ももらわないでポイントで稼いでいったらいけるかなと思うんですけど、まあ、後半戦ね、武井がプレッシャーかけてどんどん打ち合いに行って、ロープ際に追い込んでね、コーナー側に追い込む、そんな、ね、試合ができてくれば後半武井が倒す可能性があるなと思うので、まあ、今の現状を見ると前半戦でもしかしたら天心がパンチを一発ももらわずにリングをうまく使えば、天心が判定で勝つと思います。で逆に天心が捕まってしまって後半になったら後半武井が倒すと思います、うん、まあ、今そういう感じかなって僕は思ってるんですけどね。ただね、これ面白いのが比嘉選手対天心だったらこれまた面白いです。なぜかというとテクニックがある選手、スピードがある選手、まあ、テクニックとスピードがあるとね、大体勝てるんですけど、テクニックとスピードがある選手、パワーがあってスピードがあると、パワーってすごい強いんですよね。パワーある選手、一発がある選手ってすごく強いので、パワーがある選手がテクニックを粉砕して、でそのスピードに対してリズム感が速かったら対応できるっていうのがあるので、比嘉選手と天心の試合もこれ面白いなと思いますね。で比嘉選手にはね、トレーナーがしっかりついてるんで、でね、ロギトレーナーといえば、高橋尚子、Qちゃん、高橋尚子選手との一緒に走ってたりね、あのチームにいて、で小出監督のところでね、学んで心肺機能、スタミナをつけるのには本当のプロフェッショナル、世界並みの、スタミナのつけ方を知ってますから、そういう彼がついて、トレーナーがついていたら比嘉選手もね、本当に鬼に金棒じゃないですけど、リズム感から余裕のあるスタミナでね、徹底して追い込んでいくんじゃないかなっていう、まあ、そういうね、試合も面白いなと思ってるんで、比嘉選手にはぜひね、引退せずに天心に喧嘩を打って、試合決まったら最高だなと僕は思って見てましたけどね、うん、まあ、でもね、やっぱり K1 対ライズってのがねあって、キックボクシング、うん、K1 のね、武井とライズだった天心が、ね、ボクシング対決でどうなるかって言ったら、キックファンもね、それこそ全員ね応援しますし、うん、
ボクシングファンもさね、さらにね騒ぎ出しますし、あの格闘技ファンっていうのがまたね、盛り上がると思うんでね、ここは興行的にも最高に収益も取れるんじゃないかなと思うので、まあそこはね、あのテレビ局がすごくこう頑張ってくれるんじゃないかなと思います、うん。あとはね、井上尚弥選手の弟のね井上拓磨選手ね、今度堤選手とね試合が決まったっていうこと聞いたんですけど、堤選手のパンチ力すごくあるんで、まあ、これしのいでいけば今度は中谷選手、中谷選手はもう本当に彼こそパウンド・フォー・パウンドじゃないかっていうぐらい強さを持ってるので、中谷選手が出てきたらこれもね井上選手大変だなと思うんで、まあ、井上尚弥も大変ですけど井上拓磨弟の方が、これから大変になってくるんじゃないかなと思うので、大橋ジム、ね、率いる皆さんはこの井上拓磨をどう勝たせるか、どうね堤選手とそして中谷選手と攻略していくのかなっていうのも非常に楽しみにしています。まあ、最後になりましたが、その、ね、最近ドーピングでグダグダ言ってますけど、あんまり僕はそこをかかりたくないなと思ってるところなんですけど、格闘家たるものはもうそういうものに頼るのではなく、ガチンと、ね、自分のナチュラルの努力と、ね、ナチュラルの気持ちで勝負できるような、ね、そういう選手たちになってもらいたいなと、やっぱね、健康上良くない、ファイターやってると絶対健康なんですよ、健康じゃないと戦えないんですよ。だから強さってのが健康なんですね、だからね、まあ、そこに頼ってくるとちょっとまた違うと思うので、ぜひともナチュラルに、ね、自然体で行ってほしいなと僕は思います。まあ、アメリカなんかね、海外に行くと若い時高校生ぐらいでそういう薬を使って体をまず最初にね基礎を作って、ね、若い時っていうのはそれに対応する体があるということでね、最初に体を作って、そこから大学生とかに向かってね、アスリートになっていくっていう話も聞きますけど、でも絶対体にはね良くないですし、負担が絶対来ると思うので、まあ、僕の正直現役時代もいました。ライバルとされるね選手たちがそういうのを使ってるっていうのも聞きましたし、いわゆるそのトレーナーが出すんですよね、これは間違ってないと、自分が教えた選手は勝ってほしいからこれ飲めとかってね、これは間違いないからねとか、ドーピングじゃないからねとかって言って、まあ、そうやってね、そういう知識豊富な人が海外に行っていろんな知識を学んでくるんだろうだと思うんですけど、まあ、そういうのをね選手たちは素直に飲んでしまったりもしますから、そこはやっぱりね自分の意思次第と思いますんで、僕も昔ねなんかこういう錠剤もらってこれ飲んだらいいよって、心臓にねなんだろう、肺欲がたまるぐらいな感じになるよみたいに言われて、こういう錠剤もらったんですけどね、まあ僕はもうポイッと捨てましたけど、先輩すいませんねみたいな感じでということで、ファイターたるものはもうとにかく自然体で、男らしく、ガツンと勝負して堂々とね胸張って血液検査でも何でも検査して、俺はやってないんだという、ね、本当の強さを見せてほしいなと思います。日本のファイターたちがさらにね、これから強くなって、最高に格闘技、この日本の、皆さん、世界の皆さんに、日本の強さをまた見せていただくことを非常に楽しみにしています。本当にファイターたち応援してますんで、ぜひ皆さん頑張ってください。以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。